こんにちは、小原先生です。今回から子どもの症状別の特徴を解説します。一つ一つは比較的短く凝縮して解説していきます。今回の動画を見ると、子どもが発熱するのはどういう時で、具体的にどうすればよいのか、短時間で理解ができると思います。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは本編スタート。小原小児科チャンネル。子どもの発熱を3つに分けて解説します。1、発熱の原因。2、医者に伝えるポイント。3、発熱の対処法。今回はこの順番で解説します。まず発熱ですが、定義が難しいですよね。赤ちゃんでは平熱でも37度を超えていることはよくあります。測定は耳のものよりも基本的には脇の下で計測をすることをお勧めします。一般的には適温の室温で、適切な衣服の状態で 37.5 度以上の体温の状態を発熱としています。発熱の原因は9割以上ウイルスや細菌の病原体が体に入ってきた時に起こる体の防御反応です。もちろん稀な原因として熱中症や脱水、そしてがんや膠原病など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 挙げられます。次に医者に伝えるポイントについてお話します。いざ医者を前にすると緊張される方も多いと思いますので、あらかじめ携帯や紙にメモっておくと良いかもしれません。ポイントは4つです。1、いつからどんな症状があるか。2、食欲水分は取れているか。3、おしっこうんちは出ているか。4、機嫌や活気はどうか。この4点を記載してください。簡単に言ってしまうと、散々動画で説明しているように飲む、泣く、寝るができているかどうかですね。熱経表も可能であれば記載しましょう。熱経表の動画も概要欄にリンクを貼っておきます。さて最後に発熱の対処法について説明します。熱の出始めは寒くてブルブル震える状態になるので、服を重ねて温めてあげます。そして熱が上がりきると暑がりますので、今度は薄着にして体を冷やしてあげましょう。嫌がらなければ保冷剤や氷枕で冷やしてあげるといいかもしれません。解熱剤は基本的には治療するというより症状を緩和する薬ですので、発熱があることによって不機嫌で水分を取ったり、頭が痛くて寝たりできない場合に使用することをお勧めします。夜間に受診すべきかどうかですが、生後3ヶ月以内の場合は必ず受診をお勧めします。そしてそれ以上の場合は解熱剤などを使用して、飲む、泣く、寝るができない場合に受診をお勧めします。もう少し細かい内容は、子どもが初めて発熱したら見るべき動画で解説しています。概要欄にリンクを貼っておきますね。さて今回は子どもの発熱に関して説明しました。今回のまとめです。ドン。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。